皆さんこんにちは。日本テレビのアナウンサーとして大ヒットした水卜麻美さんはジップ引退が確定。その真相が？今日は水卜麻美さんのことについて紹介します。まずは水卜麻美さんの経歴とプロフィールから紹介します。水卜麻美は千葉県市川市出身、渋谷教育学園幕張高校、慶応義塾大学文学部英米文学専攻卒業後、2010年4月日本テレビ入社、2020年7月から役職は日本テレビのエグゼクティブアナウンサー、夫は俳優の中村倫也。オリコン調査好きな女性アナウンサーランキングでは第10回から第14回まで5年連続で1位を獲得。明治安田生命調査理想の上司ランキングでは7回連続1位を獲得。朝の情報番組ジップの総合司会を務めるミトちゃんこと水卜麻美アナウンサー、2023年9月19日から22日の4日間体調不良で番組を欠席し、週が明けた25日から27日もお休みだったことから水卜アナの体調を心配する声が多く上がっています。中には水卜アナ妊娠中、水卜アナおめでたなのといった声も。水卜アナが体調不良でジップを欠席したのは2023年9月19日でした。そこから週末の金曜日までジップをお休みし、週が明けた9月25日から27日と未だお休みに入ったままとなっています。9月25日のジップでは月曜パーソナリティを務める風間俊介さんが、水卜さんは体調不良のため大事をとってお休みですと報告していましたが、週が明けた9月27日現在も水卜アナは復帰されていないようです。丸1週間以上もお休みとは心配ですよね。しばらく体調不良でお休みされていた水卜アナですが、9月29日から復帰されるとのことです。木曜パーソナリティで俳優の鈴木福が、水卜さんは体調不良のため大事をとってお休みですと告知した上で、ただご安心ください、体調は回復したようで明日には帰ってきますと発表した。体調が回復したようで一安心です。また水卜アナの元気な姿が見れそうですね。水卜アナの体調不良の原因ですが、季節性のインフルエンザやコロナの可能性が高そうです。いつもジップご覧いただいている皆様、大変お久しぶりということになってしまいましたと頭を下げ、本当に今もいろいろ学級閉鎖になっている学校があったりとか流行っているという話も聞きますと明かした。水卜アナの体調不良は妊娠ではなかったようです。大事に至らずで本当に良かったです。水卜麻美アナはジップで朝の顔であっただけに、水卜アナの体調不良に対してかなり心配の声が上がっていました。そんな状況を受け、日本テレビからも公式発表が出される展開に。9月25日に開かれた日本テレビ定例社長会見の中で、専務取締役の福田博之氏からは、ご心配することは何もなく、そのうち出てくると思いますので、と笑顔で答えたと言います。笑顔で話せるということは、大きな病気や自己怪我ではないということでしょう。一週間も長引くお休みに、一部では、水卜アナ妊娠したのでは？といった推測も出ているようです。水卜麻美アナが妊娠中では？と言われているのには3つの理由が浮上しています。一番の理由がやはり体調不良で番組を1週間以上も休まれていること。これまで水卜アナは夏休みで番組を欠席することはあっても体調不良で1週間以上休まれることはあまりありませんでした。過去に新型コロナに感染された時は10日間ほど療養されていたようですが、それでもかなり珍しいことでした。水卜麻美さんは朝5時50分から始まるジップのために前日は午後8時に就寝し、午前2時には起きるという生活サイクルを送っています。番組の総合司会を務めることから責任感を持ち、真面目にお仕事に取り組む姿が印象的な水卜アナ、体調管理はきちんとされてきたことでしょう。ですが妊娠が発覚すると思い偽りもつきものです。普段元気にジップに出演していた水卜アナが突然1週間も体調不良で番組を欠席したことから、ネット上では水卜アナ妊娠したの？という声が上がったようですね。大きなお世話のような気もしますが、水卜アナがいないと寂しいと
といった声も多く上がっており、水卜アナの人気の高さが伺えます。水卜アナといえば ZIP! で司会を務めていることもあり、タイトスカートにブラウス、ヒールといったイメージがあります。まさに、女子アナ、といった格好ですね。ですが最近の水卜アナの服装を見てみると、だいぶイメージからはかけ離れていることも。こちらは2023年7月1日放送の、ジミュージックデイ2023に出演した際の水卜アナの衣装ですが、なんだか雰囲気も変わったような気がします。こちらは結婚後の水卜アナの衣装ですが、フラットシューズにゆったりとした、ワンピースとかなりカジュアルな衣装となっています。顔つきも優しい感じがして、ママになったのかな、と思う視聴者も少なくなかったようです。水卜アナの服装が変わったことから、妊娠説が浮上したようです。顔つきも優しい感じがして、ママになったのかな、と思う視聴者も少なくなかったようです。水卜アナの服装が変わったことから、妊娠説が浮上したようです。また、水卜アナの様子を以前と見比べてみると、少し体型もふっくらした様子も、結婚前の2022年の画像と比べてみても、少しふっくらした感じがしますね。水卜アナは夫。中村倫也さんについて、好きなところは、美味しいご飯を作ってくれるところ、と回答しています。ただの幸せ太り、なのかもしれませんが、水卜アナの体型に変化があったのは本当のようです。水卜アナは2023年3月に俳優の中村倫也さんと結婚したことを発表。中村倫也さんが共通の知人を通じて連絡先を聞き、水卜麻美さんにアプローチしたと報じられていました。今まで一切熱愛報道もなかっただけに、意外な組み合わせに驚く声が多く上がっていましたよね。水卜アナも初めて本人から連絡をもらった時も、偽物だと思いました。ですが何回か本人しかわからなそうな情報を聞いて、多分本物だと思いました。と語っていたほど、2023年8月31日からは、結婚後初の長期休暇も取得しており、ZIP! も夏休みで10日ほど休んでいました。もしかするとちょうどこの時期に新婚旅行などに行かれていたのかもしれませんね。中村倫也さんも水卜麻美さんには続婚のようで、とても仲が良い夫婦で微笑ましいです。人気女子アナウンサー水卜麻美さんが、俳優の中村倫也さんと結婚を発表したのは2022年3月25日。水卜アナは自身の SNS を通じて、中村倫也、水卜麻美の連名で発表されました。突然のご報告となりますが、この度、私たち、中村倫也と水卜麻美は結婚いたしました。と可愛らしいイラストを添えて連名でご報告。食べることが大好きな水卜アナと隣に、寄り添う中村倫也さんのイラストがとても微笑ましいです。夫の中村倫也さんも自身の SNS で結婚を報告していました。この度、私中村倫也は、水卜麻美さんと結婚いたしました。生活に彩りと安心をもたらしてくれる春風のような方です。と水卜麻美アナを紹介する一文も添えられていました。春風のような方とは素敵な例え方ですね。結婚発表後、自身が司会を務める ZIP! でも改めて結婚を報告した水卜アナですが、なんとスタジオには夫である中村倫也さんの姿が、この日はなんと水卜アナが勤務する日本テレビに中村倫也さんが挨拶に訪れていたとのことです。皆さんにご挨拶をと思ってきたんですけど、気づいたらピンマイクをつけておりました、と中村倫也さんがサプライズで登場。水卜アナは事前に聞いていなかったのか、目を丸くして驚いていた姿が印象的でした。二人のツーショットがいつか見たいと思っていた。ファンもこんなに早く見られるとは思っていなかったでしょう。これまで一切熱愛報道がなかった二人の結婚だけに、世間からは驚きの声が多く上がっていました。二人の出会いや馴れ初めは何だったのでしょう。水卜麻美さんと中村倫也さんの馴れ始めは、2020年、スッキリの共演がきっかけでした。水卜アナが担当していたスッキリに、中村倫也さんがドラマ、美食探偵名千五郎の番宣で出演。スッキリ出演者の中で一緒に食事したい人は？といった質問に、中村倫也さんは、水卜アナと返答。メイクルームにすっぴんで来られていたんですけど、すっぴんが可愛いなと思って、と告白。水卜アナも、メイクルームで会ったのを覚えていてくれて嬉しい、とお互いに好印象を抱いていたようでした。
その後共通の知人を通じて中村智也さんからアプローチがあり、交際に至ったとのことです。三浦あさみさんは中村智也さんから連絡をもらった当初、偽物だと思っていたんだとか、偽物だと思いました。何回か本人しかわからなそうな情報を聞いて、多分本物だと思いました。本物だと分かった時は、元踊り事故のみ印象を持っていたので、やったー、と思ったそうです。二人の交際期間は約2年間だったと、スッキリ、共演者の加藤浩二さんが明かしています。2年くらい前からって言ってたかな、よくバレなかったね、とマスコミに一切バレずに、交際していた二人に感心していた。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。